こんにちは。やばいよですよ。何が？出川さん。それからヘルメット。そう出川さんそうです。バウアー投手がどうやら来シーズンDeNA のユニフォームを着てない可能性もあるみたいな記事が出てきました。ここに来て。なんだよそれ。お金の掛けかよ。問題があるそうで、ちょっとバウアー選手側は YouTube のスタッフも抱えているので、最低でも単年で12億円は用意してほしいというふうに、代理人をとって簡単に言うなおい12億 please って give me って確かにメジャーの成績はサイ・ヤング賞とか取ってるけど、日本の実績って10勝だからな。でもそれ以上にインパクトもありますし、12億円が基本なの。そう、本人は最低まず12億からっていうとこだそうです。で1ヶ月1億じゃん。そうですよ。すごいね。はい。でもシーズンって1年間はないので、1ヶ月もっともらえるっていう換算にはなるわけですけど。でも12ではあるから。12で割るとそうです。そうですよね。で一応メジャー MLB でのバウアーの評価というのがだいたい33億らしいんです。単年で。すごいな、3倍に膨れ上がる。で、今シーズン年俸は4億4400万円プラス出来高1億4800万、これを DeNA は払って契約したと。大体5億ぐらいだよね。そうですね。で3年契約を2年契約で解除してしまったドジャースからは33億円がバウアー選手に振り込まれているので、もうすでに40億弱ぐらい持ってる、40億弱持ってるっていう。なんだよそれ。でも最低は12億円からっていうところで、ここで手を挙げたチームが今2チームあるというのが出ております。記事にもうこれは分かるよな。それは巨人とソフトバンクじゃない。正解。それはお金あるもん。あるんですよね。他の球団もあるとは思うんだけども、バランスとかいろいろ考えるとやっぱ出せないっていうことだろうね。でそこで名乗りを上げた巨人がじゃあうち15億円出しますと。12億からプラス3億円入れてね、いい数字ですよね。心揺れるな。揺れますよね。 DeNA さんはいくらって言ってるんですか、バウアーさんみたいな、うち15億出しますよみたいな。でも DeNA はもう出せないって言ってるんでしょ。ちょっと厳しい。やっぱ厳しいだろうな。ただやっぱりその今シーズン今永投手がオフにもしかするとメジャーとか FA っていうなってくると、バウアー投手と今永投手を失うことになるっていうのも DeNA は痛いっていうところで、多分ギリギリの折衝にはなるとは思うんですけれども、巨人が15億円で名乗りを上げた。そうするとソフトバンクがここにもろもろで30億円。もう話になるんだ。他ソフトバンク行くよ。行きますかね。行くに決まってんだ。倍違うんだぞお前。でもバウアー選手はね、 DeNA のファンの方すごい好きですと、 YouTube もやってるし、横浜ラブ、横浜はもう移し切ったから高田に移動して、美味しいラーメン屋さんとかもつ鍋屋さんとか水炊き屋さんとか、あとは海も綺麗だし。そうです。高いとこだったら韓国見えるかもしれないし、見えないか、ちょっと見えないですけど、美味しいね、糸島とかいえば牡蠣小屋もありますし。いやそれはね、観光地として YouTube で日本のいいところこんなところありますね、一人で京都に行くぐらいだから。そうですよ。いやそしたら長崎行って五島飛んでいいですねとかだろ。で温泉使ってみたいな、最高じゃない。それで30億は入ってくる。はい。九州ラブもいいとこだよ。で山口も近いからフグでも食ってくれ。そう、フグでも食ってくれ。いや美味しいものいっぱいありますからね。呼子のイカもそうだし。これでもどうなんですか、金額でやっぱり外国人はそういうとこビジネスですもんね。だからやっぱり自分を高く評価してくれる、そこに行くよね。そうですね。30億だったらね、30億だったら2年で60億にしてくれって言うかも。彼はソフトバンクは OK。 でも中4とかで回ってくれるんだったらぐるぐる回るから、その代わりにでもどうなんですか、この単年契約なんですか、バウアー選手。いややっぱりメジャーっていうこともやっぱ頭に置いてるんじゃないの。いやだから単年にはするんじゃないかなと思う。あとは訴訟も和解になったってことも出てたので、今シーズンのこの成績を見てまたメジャー側がもしかするとまた声をかけてくるっていう。でも日本多分大好きになったと思う。今年優遇もされますしね、いろいろ。だからその30球団の中の1人のタガーピッチャーっていうよりも、ね、サイ・ヤング賞を取ったメジャーから来たガリバーみたいな存在で、いた方が気分的にいいんじゃない？気分はいいですよね。そうだな。それで YouTube も OK。多分巨人は YouTube で制約がかかる可能性もあるし、多分そうですよね。いやでもね、いや制約なしでって多分言うと思う。他の選手からって俺もってなんなん。まあまあでもやってる人間何人かいるじゃん。あの重信もそうじゃない。ああ、じゃあだからシーズン中やってるのかどうかわかんないけど、ドライブがてらなんかこう会話をしながらって、まあそういう動画もあるし、デーブもたまに上げたりとかしてるでしょ。そっかそっか。成績とともにちょっとこう自重しようかっていうことにはなるとは思うけど、ソフトバンクなんかもう全然もうなんならもう協力しますよみたいな。多分ソフトバンクの携帯の CM とかも出そうじゃないですか。なんつってなんか出そう。まあまあね、いやだから、まあ、そういうことを考えると、まあやっぱソフトバンクかなと思うよね。ですよね。まあソフトバンクといえばやっぱり昨シーズンあれだけ大型補強して優勝ができなかったっていうこともありますし、今シーズン。まあそうだね。ってなるとやっぱり投手としてバウアー投手。いやでもね、補強した人間は結構当たってんだよ、ちゃんと。そうですよね。ちゃんと働いてくれてんだよ。もともといた人たちがちょっと成績不振だとか怪我とか、まあそういうのがあって成績が上がらなかっただけで、補強自体は成功っていうふうに言っていいと思うんだよ。だってコンちゃんなんて三冠争いとかね、してるわけだから、オスナもそうでしょ。ね、もうきっちりピチャーっといくし、だから失敗したって言われるけど補強は成功だ。そっかそっか。だからバウアーなんか行ったらまたまあ成功だって言われますよね。あとやっぱピッチャー陣が今シーズン苦しかった場面もあったので、そこにあのね投球術とか、それは絶対参考になるよ。それとピッチャーの向かっていく姿、バッターに対して。あれは勉強になる。大したもんだよ。そうですよね。それはやっぱソフトバンクに行っても巨人に仮に行ってもやっぱ投手陣たちのいいお手本というか、生きた存在になりますよね。だから浜ちゃんが今年ある程度成績を残せたっていうのは、バウアーのこう片目をつぶる、なんかブルペンで見てるとさ、試合が片目つぶって投げてんだよ。なんですか？だからあれをカメラに撮ってくれって言ったんだけど。なかなか抜けなくてさ、あいつ目がでかいから取れるだろうと言ってたんだけど、なかなかこういいアングルで取れなくて、でもこうやって片目つぶるとなんかコントロールが安定したっていうね、まあそういう話もあるし、それをバウアーからだっていうのを聞いてるし、キャッチャーの伊藤光に聞いたら何を取ってもすごいですよって。あ、そうなんですか。こうサインして出して何を受けてもやっぱり一流のボールが来る。だから何でも勝負にいけるし、でよくバッターのことも見てるって、いや本当賢いですって言ってた。だからセ・リーグだったらやっぱり一度対戦したようなバッターたちが、まあ財産として頭の中に入っている。でもし仮にパ・リーグに行くとなった場合は、新しい打者との対戦、またパ・リーグというそのパワーバッターとかもいるっていう環境の中でひょいとかわす行きますかね。そうか、組み立てがうまいもん。そうですよね。あとね、守備のうまいチームに行った方がいい。イライラするからあいつ自分でファーストベース自分で駆け回り出すから。確かにそうですね。だから守備のうまいチーム、あとある程度点を取ってくれるチームに行かないと、彼イライラしちゃう。クリックリしますよね。クリックリする。そうですね。そう、まあでもソフトバンクは30億、っていうこれ決まりでいいんだと思うよ。もうこうなってくると、まあ、そうですね、よりお金を出したところがあって、で DeNA がじゃあ巨人と一緒に15億出すって言ったら、俺は DeNA に残ると思うんだよ。それはそうですよね、きっと。でも倍払うって言ったらさ、そりゃやっぱ心が動かないやつはいないぞお前。そりゃ2億3億の違いじゃないですからね。倍ですよ。桁が違うじゃん。15億プラス。そうなってくるとやっぱもう手出しできなくなるね、他の球団がね。もうちょっとそうですね、財政が豊かなところのチームにっていうふうにどうしても偏ってしまいますね。そうだよな。だから本当にソフトバンクが30億出すのかどうかわからないけども、そうですね。まあ憶測だからね、これはまだ。まあだけどそういうふうな記事になるっていうことは、そういう火種はあるっていうことなので、楽しみだね。どこに行くんだろうっていう。でもそんなに金があって幸せか、どうなんですかね。ないよりはあった方がいいけど、ありすぎてもね困りますもんね。困るっていうか困らないけど、でもまあなんか心配になってくるよね、人が寄ってきてね。資産運用しませんかみたいな、まあ、でも資産運用はどっかでしてるでしょうねきっと。しなくたっていいだろう、銀行に置いとけばいいじゃないか銀行に、別にアメリカのバンクに。だから変なことしなくたっていいんだよね、もうね。もうそうなんですよ、と俺は思うんだけど、うん、これをさ50億があったら100億にしたい、100億があったら1000億にしたいって、もう欲の塊で1000億あってもういいだろ、もう100億ありゃ十分だとは思うんですけどね。なあと思うんだけどね。ただやっぱりね、バウアー投手なんで、まあ、代理人の方も入ってたり、代理人の方もやっぱり数パーセントは、いやそれは高い方がいい。そうだ、代理人はやっぱ高いければ高いほどバウアーの首絞めるよ、15億30億になるの、お前さんせみたいな、まああるでしょうね絶対に。そうなんです。だから一人じゃなくてね、周りにいる人たちのっていうこともあるので、どうしても金額っていうのは抱えてる人がいるからね。そうそうそうなんですよ。チームバウアーがいるんだろうね。ね、そうなんですよね。まあそれはね、お金がかかることだからしょうがないけど、まあでもこのピッチャーってまだファイナルステージ投げる可能性があるし、そこに勝ったら日本シリーズに行く可能性もあるけどもね、やっぱり来年もなんか見てみたいね。そうですね。そういう楽しみのあるピッチャーだな。うん、そうですよね。ただ DM 送っても帰ってこないっていうのは許せないけど。だからさ、インスタで DM 送ったんですよね、英語で。どういうことだねっていうね。まあまあしょうがないよね。何十万の中に埋もれてるはずだ。豊か高木あったらバウアー選手一歩欲しいです。